いつもこうなんですよね。ちょっと調子に乗るとこうなっちゃうと。はい、行きましょう。リトマジー。まあ、行きましょう。ちょっと、この前線、こんなさ、火の戦士レベル1に構ってる場合じゃなかったと。まあ、私がね、この僧侶で、まあ、遊びでいいかな、つって、こんなになったら、ここまでこう出せたら、一気に乗り込まれたと。これはきついと。まあ、ここだよな。HP200、船沈めるか。船沈めるで、と。沈められんのか、これ。船沈めるで、と。いや、どこ撃ってん？まあまあまあ、いいわ。いや、沈まんねえな、これ。これはきついな。いやもう今の一発でもう作戦パーですわ。ここを結構ダメージ与えて下げらせて、ここの武術家倒そうと思ったんだけど、もうパーですわ。こいつ本当に、ほんまにこいつバードマン。いや、おおな、そうすると王子もすげえ危ういんだよね。一発 KO されちゃうから、後ろすっかすかですからね、こっち。すかすかすぎるだろ。いや、もう魔法使いは、もう死んだと思って動かすしかないよね。ね。ちょっとまあでも、一体。まあでも、こやつかな。まあでも、武術家からだな。とりあえずはもう、倒していかねえと話になんないですからね、これ。まあ凍らせて、まあ、馬で凍らせちゃっていいのか問題あるけど、またやっちまったけど、これレベル5だから、この子大切に育てていけばいいのかな。風の戦士、決まって、久々に決まった、これ。いい感じで決まったね。よし、オッケー。ナイス。で、ゴーレムで行くか。あ、隣行けねえか。これ右行けねえのか。切ねえな。うわー、一歩届かねえ。くっそー。バードマンじゃ無理だし、何マンだったらいいのよっていう、もう無理だわ。でここ打っても多分戦艦にダメージが入るだけだと思うんですよね。これどう、いや、どうなんだろう。ちょ見てみる。実際船が燃えるんすよね。そうだよね。いや、もう落とすか分からんけど。うわー、ぐずは、こいつらマジで調子こいてんな。マジこきすぎだろ。やべえだろこいつら。一旦占領するか、しゃあないっすよね。で、こっから出す。ちょ、適当なやつ出すわ。じゃあ、あー、そっか、今占領したか。うわー、だるー。いや、一気にこれ移動してねえし、こいつ移動してねえし。
いろいろ、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 人生いろいろ、やべえわ。いや、とにもかくにも、マジぶっ込んでくるのがだるいっすよね。全体、一体全体が。大男とかお前、もうとりあえずお前来んなと。ふざけんな王子。どうした、どうしたこのターン、おかしいだろこれ。これはちょっとひどいよ、これひどすぎません、これは。ひどいわ、ひどいですわ。ほら、こんな僧侶、僧侶さん、あんた、あんたを、あんたおとりにして船取ってんですよ、味方。どう思う、あんた、どう思ってんすか、あんたは。僧侶さんよ、どう思ってる、どう思ってんすか、どう思ってんすか。いいよいいよ、別にいいよ、俺下下下逃げることが目的だったから。ちょ、バードマン、まあいいわ、やられてもいいわ、もうもうやけくそですわ。あれ倒れ、よし、から来るから、じゃあ火の戦士とかマジで、これはなかなかですわ。でマジどうしたらいいのこれ、マジ。あの戦艦2発外したのがすげえ腹立ってきたんだけど。すごい、もうやばいから、ちょっともう、まあ一発は最悪食らっても大丈夫。いや、降りたところでってのもあるんですよね。火の戦士レベル6だべ。手放したくないし、これレベル3でしたっけ。いやー、これはきついぞ。で、王子も外したし。王子がそんなんだからだよ。一発目外してから全てがもう、もう普通に砲台撃って、潰しにかかりますもん、私だったら。魔法使いあたりから。いやでもね、結局、でも、そう文句言ってますけど、全部私のせいなんですよ、これは。遊びでやっちゃったから。火遊びしちゃったから。すべては、そこに原因が。うわうわうわ、こいつ。なるほどね。なるほどね。そういうことね。はいは
はいはい、まあまあこれはもう死ぬって分かってたから。そうか、もうあいつ HP 削れば下がるんだな。逆にそれが分かれば、なんかそんな恐れることを、おてめえ、この風の戦士に挑むのかね。結構高いよ、レベル高いっすよ私。こっちはおう相打ち、うん、まずい。え、ちょ待って、え、すげえ HP 減んなかった。え、めちゃめちゃ減ったんだけど。え、マジ、さすが大男じゃね。やばい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 、やっぱ大男やば、やべ、やばい、しゃがわせ、今一瞬かわせた。いや、まあまあこれも知らない、知らない。下のレベル10が無事であればいいよ、いいよ。いや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 、まあ半魚人とバードマンまだいるでしょあいつら。いいよ、こんぐらいじゃないとつまらん。俺にとって敵とは常に最強でなければ気が済まない。もうかなりいっちゃってますけど、いっちゃってますよ。遊びで我が軍を危険にさらしまくって、もうだって強いのあんま残ってないよね。やば。いやでもほぼ初見ですからね私これ。ほぼっていうか初見ですよこんな面。知らんわと、全部言い訳。私が今何言っても言い訳ですよこれ。ここな、ここな。まあまあいいわ、下げさせるか。じゃあこれ仕方ねえから、下げさせましょう。うわー全然効かねえ。これ乗組員も関係すんのかね。あーでもそんなことないね、今これで50食らったからな。まあちょっとようわからんですわ。レベル8、武術家大男、とりあえず出すか。まあ出して、まあ大男だったらどうかなんとか一発。よし、結構与えた。結構与えた。レベル1にしてはまあ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 、やったよ。半魚人はもう力いきましょう。レベル6、まあようわからんな。いやなんかでも言って結構運がいいかもわかんないですね。敵もやっぱりちょっと迷いみたいのはあるのかな。まあ甘いっちゃ甘いっすよね、ちょっとばかしだけど。こっちから上からもう攻めるしかないと。攻めていこうと。よし、
ゴーレムも追いついてきた。水の戦士頑張ってるけど、けど、水の戦士あんまあれだな。いやーでもここ必要っちゃ必要か。ちょっとあれだね。まあ遊びでここちょっとこう出しとこうか。これ遊びじゃなくてマジでこう一気にいけるようにするためですよ。武術家いけるかな。強いのよね、ちょっと強いのよね。行くか。結構飛んでくるね。こうかなるほど、こうですね。こうだと、いけ、こうですね、こうですわと、こうですね、こう、いけ。まあよろしい。まあよろしい。もう逃げ切りたいけど、ここがいけないんだよな。こいつはマジで、風の戦士は、マジで失いたくないんで。いや、でもそんなって感じか。いやいや、ちょっとコマが少ねえな。コマが少ねえのよ。なんか知らんけど、コマが少ねえのよ。おめえもうちょっとダメージ食らっとけ、お前は。下がれ、お前は。めっちゃダメージ食らってんじゃねえか。もうバードマンレベルに行ったれ、お前。もう行け。行け、武術家逃がすなと。こう、いっと。あー、ちょっと、タイミング覚えてね。こうだよ、確か。こう。そう、そのタイミング。このタイミングよ。よし。こう。いよいよ。やつもちょっとタイミングちょっとずつ変えてきてるから、気をつけろ。いやー、最後あいつ粘ったな。素晴らしい。まあいっか、ここにいよ。で、下行って、よし、終了。乗っても終了。いや、いいよ、攻めてる。やられたけど攻めてる。いいよ。まあ船ね、本当にこいつらが本格的に来たらやられてますから、もうイケイケで行くしかないですね、これは。これゲームオーバーになったらどうなるんだろう。途中でゲームオーバーになる場合ってまた最初からになるのかな。まあもしそうだとしたら、ここまでまた戻ってきますよ、私は。まあ今度はより強い形で戻ってこれると思いますので。あー、攻撃ね。はいはいはいと。やつはとどまった。だけど次落とすぜと。さあ、来るかな？来ない。あの火の戦士かなりダメージ食らいましたけど、多分。武術家も相当弱ってるので、ひよってますね。半魚人とか来てもおかしくないですけどね。
ハンギョジンどれに乗ってたっけ。ハンギョジンがかなりね脅威、海を本当にガツガツ来るんで。で、大男が逆にもう逃げられない状態ですね。それはラッキーだわ。敵も結構バラバラになってきてるから混乱してるのかわからんけど、いやこれむずいな。やっぱり結構あの港を制圧し、そうか、下を先に制圧かして、港を包囲しなきゃ。あ、やっぱ来ましたね。やっぱ来たと。おう、危ない。いやこれはでも、あー、まあ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 、砲台にやられてからですわ。やられて今の戦いは素晴らしい。あの魔法陣だな、魔法使いしかいないからもうガンガンいっちゃう。いやまあまあまあ、でもまあまあまあ、でも40ターンあって助かりましたね。これ下はもう届く、うわ船まで届かねえな。こいつ落としたいっすね。なんか下げさせる。これ当てて、すげえビビらせるって。よしよし、ちゃんと当てるようになった、なってきたな。よしよし、いよいよいよ。あー、ここでゼロか。まあよろしい、まあよろしいわ。火の戦士、火の戦士、うわレベル6、まあ大丈夫、まあ大丈夫、王子がいるから。よし、ゴーゴーゴー、ゴーの前に、ゴーの前にこれよ、一発かましとくと。よし、で魔法使いサガリーの、まあやられてなんぼみたいな感じもあるかな。これどうなのかな、わからん、もうもうわからん、何がいいのか何が良くねえのかとか。半魚人で行くか、ここで行きたいよね。風の戦士、大男が、あーでもバードマンでも行きたい。もう一人のバードマンどこ行った、ここか。あでもこれ、僧侶で倒せるか、これダメージ与えつつ倒せるね。じゃあまあ撃ちましょうか。それであればそれほど簡単なことはないからな。あといくつ、46か。これ、あーいけねえな。あこれ誰も乗ってない、乗ってない状態、いけないっすね。あバードマンいける、え、バードマンいけるんじゃねこれ。よし、ナイス、これいって砲台よ。バカが落とすぜと。イエーイ、サンタいなくなったベイビーと、調子乗ってっからだと。オッケーオッケー、これで怖いもんなくなりましたね。まあバードマン死ぬかもわからんけどごめんよ、そこはごめんバードマン、マジでこれは
でも今ので分かりましたね。落とすと当然いなくなると。オッケーよ、なるほどね、そういうことですよと。うい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 、うい、足を止めての打ち合い旋回と。おい、どうした、離れてジャブしか打てんのか。こっちも一撃必殺だから、一発入ればいいって思う感じだからな。その一発入れさせてくんねえな。おし、あーでも逆にちょうどいい。逆にね、半魚人で倒せるかね。風の戦士でもレベル8だからそんなに美味しくないよね。火の戦士ちゃんで行きましょうよ。行っちゃいましょう。降りた時がバードマンの弱点。 OK。 で、いった魔法使い、ここでで次のターン僧侶で回復できるんじゃないかっていう。火の戦士は調子こいていかない方がいいんだよこれ。大男はマジでやべえから。いや、風が変わったな。風向きが変わりましたね。これちょっといい感じになりましたよね。まあまあいっか。大男がちょっと動けるようになっちゃいましたけど、まあよしとしますか。いや、で魔法使いよ、ちゃんと動かしてあげないと。怒られるかな。 OK。 で今どうなってんの、どうなってんの、アテラは。募集の方が分かりやすいのか。戦士がまあ10から10最高いて3減って、魔法使いが2体減ったな。結構減ってんな。結構減ってるわ。魔法使いと、まあ結局俺戦士になっちゃうんすよね、なんやかんやで。まあこんな感じ。で終了。まあこれで敵の味方、いや今のは良かった。あの本当に落とせたのが素晴らしい。船の数が3-2だったのが一気に3-1に逆転できたから、バードマンがあと頑張ってくれれば、まあその頑張りはお前だよっていうね、テッシーお前だよっていうね、言葉がぐさって刺さるけど、いやほんと難しいんですよ。なんかこれ先に言っちゃうと、言い訳しちゃうとマジで結構右向いたと思ったらちょっと向いてなかったりとか、やっぱ一瞬のあの感じ。うわ、来た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 。あーでもこれは大丈夫ですね。バードマンに火はね無理よ。マジかマジか、そういうことなんですよ。待って待って、まあ確かに当たるとやべえわ、当たるとやべえわ。こう落ちはしないね。 OK。 いや別にいいっすよ、別にいいっすよ来ても。
いいっすよ別に。え、なんでバードマン来ねえの、なんでバードマン来ねえの、お前完全にバードマンだろ、来るとしたら。滑るときはもう無理しない。ほら僧侶でさ、こんな滑ってんのにダメージ食らわないっしょ。だむずいんですよやっぱり。むずいっていうかなんなんすかね、なんかあるんすよ。いやーひどい、ちょっと一発目がねひどかったっすね。ナイスナイス。ただ僧侶が隣にいますから、これはこれは無理か。逃げ切り40万だと思ったけど、うわー、まあ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 、でもこれもう仕事終わったんで、バードマンもういいっすもういいっすで、ここでバードマン、うわうわ撃たれるな、これ 2-2 ですね。これでそこでバードマンか。いやただこっからがまた面白い感じ。ゴーレムが攻撃できないんですよ、半魚人には。魔法も撃てないんですよね、あそこ海だから。凍らせて船乗っ取りたいですけど、わあ逃げてく。よしよしよし、でもこれで制圧範囲がどんどん制圧できてますから、まあいいでしょう。はい、じゃあ次回、まあ、ここを埋めていくしかねえのか、結局氷とかでね、まあうまい感じでやっていきたいと思います。一回もうまい感じでやった試しがありませんけれども、次回もぜひよろしくお願いします。